アン、アスク -153 ペーブスパイクアン、アスク -153 ペーブスパイクとは、アメリカ合衆国のウェスティングハウスが開発した、照準ポットである。電子機器識別番号は、アン、アバック -23 とする資料もある。F-4E の胴体株、前方左側の AIM-7 スパロー用、並走ステーションに、アン、 アスク -153 ペーブスパイクが搭載されているバッカニア S2 バイトの左主翼内側ハードポイントにペーブスパイクが搭載されている案ア,アバック -10 ペーブナイフの後継として開発され本体重量は420ポンドに抑えられた電子工学式の赤外線画像による標的識別を行った後レーザーを照射しての標的指示即居追尾を行い レーザー誘導爆弾や従来型兵装による対地攻撃を行う。追尾自体は標的識別を行う鉱石搭乗員が鉱石系基板のモニターに表示された赤外線画像を見ながらマニュアル操作で行う。また本機は夜間などの視界の悪い時には使えない。アメリカ空軍では F-4DE に搭載され。 1974年から1989年まで運用されていた。イギリス空軍でも輸出型のアン・アスク -153 を1978年に導入し、バッカニア S2 バイトにこれを運用するための回収が行われた。バッカニア S2 バイトの鉱石にはもともと、アージ167マーテルビデオ誘導式空対地ミサイルの 誘導用モニターが設置されていたため、標的識別、追尾のための画像表示に流用された。1991年の湾岸戦争においては、アメリカ空軍は、レーザー誘導爆弾の誘導には F-111、F が装備する AN、a b a 二2 6ペーブタックと F-15E が装備するランティを運用し、イギリス空軍のみがペーブスパイクを運用した。 イギリス空軍の精密爆撃ミッションでは、レーザー照射、目標指示担当のバッカニア1機とペーブウェイ、レーザー誘導爆弾を携行、投下するトーネードグレーン、12機の3機編隊を2組配置した、計6機編隊で作戦を行った。ウィキメディアコモンズには、アン、アスク -153 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。